はい、今週も始まりましたよしこの仁義は果たすもの。はい、今回7回目となりましたけど、7回目はなんとティガーも一緒でーす。ワンワン。はい、なんとティガー初登場ということで、今日は7回目なんで、ね、記念すべき7回目ラッキーセブンということで、今日は寮に住んでる岩谷真由の部屋に突撃オタク訪問にガサ入れに行きたいと思います。では行ってみましょう。それでは中に行ってみましょう。ちょっと寮の中ね、この自分の等身大パネルとこの間のこれがありますよ。これちょっと折れてる感じね。はい、まあここぐらいにしといて中に行ってみたいと思います。行きますよ。暗い。ガチャ寝てるんだけど、岩谷ねえ、今何時よ。もうお昼過ぎてるよ。ちょっと電気つけるよ。めっちゃ暗いし、えこれ放送事故、放送事故。寝てますね。ねがんちゃん、手が忘れてきたよ。手が、ほら手がほら、え、何撮ってんの。よしこの仁義を果たすものに来たの。マジで。そう、突撃岩谷の部屋。何すんの。そういえばティガーとソラさん初めてじゃね、会うの。ちょっとソラさん、ソラどこにおんの。隠れてる。ソラさん全然出てこんで、下手れやけどね。ソラさん出てこないわ。え、ちょっと起きて。うん、え、大丈夫これ。変なもんさ、落ちてない。食べたよ、なんか。やばい、岩谷の部屋ちょっとやばくないですか、ここらへん。何してんの。生活感溢れすぎでしょ、これ。シシャモ食べたの、うん、これ食べたの。そうね、なんか食べてる変なもの。お空のトイレのトイレのやつ食べちゃったよ。ティガーとソラさんの初対面いきたいと思います。せーの。こんなビビるとは思わなかったね。ビビっちゃった完全に。だってシャーってなった。マジカウンターだよ本当。ソラさん、ソラさんです。初公開動画めっちゃ怒ってます。グーグー言ってる。こんなソラさんを初めて映したくないの。あー、ごめんね。何もしないよあの人。尻尾がね丸まっとる。大丈夫だよ。ビビったね。かわいいね。うん、じゃあお昼なんだけどさ、もう。あ、じゃあ今何時。わかんない、多分もう結構時間いってるぜ。お腹すかないの。うん、でも寝起きじゃけ。ねえ、ご飯作ろう。ご飯一緒に、よしこのデリデリキッチンやっちゃおう。何デリデリキッチン。よしこ、まゆのデリデリキッチン。ほら、ノリいいじゃん、行こう。よし、じゃあ今から料理を作りたいと思います。まあ、起きてもらう1分ぐらいなんだけど。いいから早く行くよ。ちょっと本当汚すぎる。どんだけ飲み物飲むのこれ。1日の。いか1日じゃないのこれ。いかあ、もう本当待って、だってここら辺とかちょっと待って、これやばいでしょ。
これいつのこれ3日前最悪50円引きのネギですこれは使わないよこれ捨てようね嘘でしょこれまだ食べれるダメもう捨てるだってまだ食べれるもんこれだけ食べるの、うん、何作るのいいからあるもので作りたいと思います岩谷がねもう絶対寝てるなと思って絶対ご飯食べてないだろうなと思って買い物してきましたガンちゃんガンちゃん、ね、本当にやる気なさすぎるやるよほら火が作ろうよし作りましょうなあ容器買ってきたねOK ですガンちゃんが大好きな生春巻きとうどんを作りたいとうどんとあとほうれん草のねソテーを作りたいと思いますよしそして今岩谷が洗い物してるんでね珍しくだってめっちゃコキ使われてるもんコキよコキ使ってんじゃねえよ洗い物しろとかすげえ別になんか怖い顔で言われてたのいや怖く顔で言ってないよ優しい顔でしょじゃあちょっと待っててくださいうちは生春巻き用のエビと春雨を茹でててこっちはうどんを茹でてますアジ何これでもこれ美味しそうこの魚えそれ入れるの入れないよねまさかね、うん、絶対やめてよそれだけはえ、マジマ、ほんとにマジないわ。なえるわ。ひがお魚くわえたわんやめろ、マジで。猫だけにして。追っかけて。どうなるんですかね、この料理は。エビがね、お互いエビがやばいね。今、生春巻きを包んでます。ちょっと見てください、これ。しょうがないですか自分でやるタイプ。この不器用さを。器用なんやけどさ、丸いボールってさ、無視できないやんけとか思って下が丸いからね、うん、全部自分たちで作りますすごいでしょいやこれ沈むな破けた破けたって何芋虫みたいになってるできたあ、でもうまくないやんかほらこの丸ボールでやった割には丸ボールの割にはね、うん、でもマジひっつくよだから気をつけた方がいいできました見てください生春巻きっぽくないこの綺麗さねあ、ぽいぽいぽいちょさ、一回だけこっちでやらせていいよ本気の勝負やね、これはじゃあ今から生春巻き対決をしたいと思いますどっちが上手に作れるかいきますよーいスタートピンなんだピンほら来たじゃーん岩谷がさっきできないって言ったこの皿でやりましたよガンちゃんは遅いよね、マイナしかも、なんか溢れ出すぎじゃない、これあ、負けない、これ足らん、キス足らんセンスないよあ、破けたまたうんあ、来た来ましたか、うん、ほらじゃんどっちがうまいですか食べたいですかどっちが食べたい、みんなコメント待ってますいやいや、ね、何してんのんデッドロック、ね、やめたの作るのだってもう破けちゃうもん見てこれいやなんか色を入れしろみたいな気持ち悪い感じだよやめたの、うん、やめたヘッドロックやめてよ T さんの目つきふざけんなよ殺すよやだ、殺さないで酒すぎだよね
ちょっと待って、めっちゃ受けたんだけど。きたね。なにこれ、なにこれ。あ、わかった。違うの、違うの、違う。なんで叩いた今。ねえねえねえ、濡れた手でやっちゃダメだよ。濡れてないのに乾いた。めっちゃ乾いた、うん、これで上から包めばいいんだよ、もう一枚。マジか、うん、ちょっとこれだよね。確かに。あ、やばい、触らん方がいいわ。やめたもん。じゃ、これがあの持てるまで。すごいね、考えることがやっぱり。それ美味しそう、それ食べたいな。絶対美味しいよね。もう一個作って。いいよ、優しいうち。よし、包みます。戻ったの。よし、もうダメや。 A 型だそれ。絶対 A 型じゃない。もう一回血液検査した方がいいよ。だから献血したもん、ちゃんと。やらせて。え、それ A 型ですって言われたの。そう、献血のお母さん、お母さんじゃない。もういいよ、もういいよ、取らなくていいよ。はい、料理が完成しました。イエーイ、イエーイ。もう気づけば5時ですよ。5時、5時20分、うん、5時20分にね、夕ご飯だね。お昼ご飯だと思ったら本当やね。じゃあこれから夜ご飯いただきたいと思います。いただきます。せーの、いただきます。お、このガンちゃんが頑張ってこんなすったすったね、みぞれ鍋です。全然ね、すれないのね。あれ、ちょっと機械悪かったよ。何か食べる？何からいく？うどん？うどんよそって、これ。はい。いや、食べようと思った。まあ、うどん柔らかめがめっちゃ好きやけん、うん、あの、水の状態からうどん入れてます、これ。あ、いつもそうだよね。そう。二人で作るとき。水の状態から入れて。食べようよ。じゃ待って、じゃ前のお湯を吸ってよ。あ、肉ある、肉。ありがとう。まだ？あった。何が？肉？ん？大根のかけら。何入れたの？食えよ。誰が食べんのよ。なんで入れんの、そういうの。もうちょっと肉食べようかな。珍しい。いつも肉食べないのね。よし、オッケー。じゃあ、いただきまーす。いただきます。うどんちゃん、まずうどんちゃん。あ、うまい。おいしい。え、大根おろしうまい。うん。あっつ。イエーイ。うまい。うまい。よし。うまし。生春巻き。いっちゃいましょう。行こう。いや、生春巻き。いただきたいと思います。待って待って。あれね、野球の皮をね、2枚巻いたやつね、うん、どうぞ、チリソースをつけて。いただきます。いただきます。大成功。うーん、超美味しい。食べさせてあげたいね、うん、これ食べたくないでしょ。はい、ではこれにてよしこの神器果たすもの突撃イホテルの部屋終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。続いてカルチャーとスポーツの話題をお伝えします。